はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、提督の計算スリープアップキット PC 版、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回、ハワイ攻略してですね、その後、アメリカ本土攻撃をついに開始しています。今回、その続きになるんですけども、アメリカ軍を、ね、降伏に追い込むための条件、4つあります。確認していきましょう。1つ目、暴行となり得る敵基地すべてを占領。これはですね、残っているシアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴ、この4つを制圧することですね。そして、もう一つ目が、敵の、つまりアメリカ軍の船すべてを撃沈する。今確認できているのが空母5、戦艦1、潜水艦2という数ですね。で、3つ目、4つ目がですね、国民生産力、そして国民士気をそれぞれゼロにするという内容です。この中で一番簡単なのが多分1か2かというところだと思うので、今回はですね、いよいよ最終回ということで、母港4つをすべて攻略するか、敵のね、艦隊戦力、すべてを撃滅するか、これのどちらかをね、狙っていきたいというふうに思っています。では早速進めていきましょう。まずはですね、第6航空艦隊、小沢さんの艦隊ですね、これはシアトルに向けて航行中。残りの部隊は、一旦サンフランシスコの攻略にね、当たってもらおうと思っています。では、サンフランシスコに向けて、小沢艦隊ですね。シアトルの方はもう、おおよそ、敵のね、基地攻撃を終えてますので、サンフランシスコの方に全機出撃させて、夜襲をかけていきましょう。敵の直撃機が41ですね。はい。敵の守備隊を壊滅、要塞ども削っています。直撃機11機撃墜して、味方がね、未機関30機出ています。これ、サンフランシスコはこの状態で、もう攻略をね、一刻も早く進めちゃいましょう。第6航空艦隊、ごめんなさい、第1航空艦隊はロサンゼルスの方の様子を伺います。310機、これもね、夜襲をかけていきます。敵の直撃45、これをね、撃退していきましょう。要塞道を削って飛行場もね、2つ撃滅、ただ敵の直撃は残っていて味方が10機未帰還という状態です。ここで第1航空艦隊の偵察機が敵の空母を発見してますが、敵の空母は一旦無視してサンフランシスコ、シアトル、ロサンゼルス、サンディエゴ、この4つの基地攻略を最優先しましょう。つまり攻略の、ね、目標 を敵基地に決めました。艦隊ではなくて敵の基地です。艦隊はね、どこにいるかわからないので、それを追って、時間をね、浪費するぐらいであれば、敵の基地を攻撃する。敵の基地は動きませんからね、確かに航空兵力、サンディエゴなんかは多かったりするんですけども、それでも、先にね、敵の航空隊を削っていく方が早いのかなという印象ですね。サンディエゴは、200機。ロサンゼルスが200機。で、サンフランシスコとシアトルは今攻略中ですね。サンディエゴから50機の航空隊が第9航空艦隊空母に。これ実質ね、輸送艦隊なので、空母艦載機も乗っていないようなところになります。空母に。あっさり沈められたな。ただ、陸戦隊が残ってるので、よしとしましょう。はい。これでサンフランシスコ、取れましたね。先にサンフランシスコが取れましたが、部隊は南下させます。で、小沢艦隊、こちらの第6航空艦隊でシアトルを狙って、残りの艦隊で南下してロサンゼルスとサンディエゴ攻略していきましょう。では、シアトルもね、ここで取りに行きます。これでシアトルの攻略完了です。で、サンフランシスコの方にはですね、ハワイから航空隊を進出させていますので、サンフランシスコに航空隊が入ってきたらですね、サンフランシスコからも空爆をね、行っていこうと思います。では、ロサンゼルス攻撃開始です。ここもお任せしちゃいます。航空基地2個を潰して、残りの守備隊が11というところですね、順調です。はい。第1航空艦隊にロサンゼルスの基地航空隊、敵の基地航空隊99機が迫っています。これバトルですね。味方の直撃が54。空母7の中には、フーリンガさん含む7空母ですね。
味方の直撃機壊滅しましたが、空母は守られています。これ、第一航空艦隊の方なんですけども、直縁の出撃を75に上げましょう。これで41機直縁に出せます。空母がねやられるわけにはいかないぞ、そういう意図から直縁の数を増やしたという状況ですね。第6航空艦隊の方はシアトルで航空機を補充してロサンゼルス、サンディエゴ方面に南下してもらいます。敵の空母がね、サンディエゴのマップでいう左下側に展開してるんですけども、一旦無視しましょう。で、アメリカは国民士気が45に低下、空爆してますからね、主要都市いろんなところ完全に逆転してる状態なので、このまま進みましょう。では第6航空艦隊もね、シアトルで航空機補充完了しましたので攻撃に移っていきます。で、第9航空艦隊、もう空母はいないんですけど、この艦隊でね、陸戦隊を送り込んでロサンゼルスのね、町の制圧に入ります。ロサンゼルスを空襲、これで取れると思います。ロサンゼルスの制圧完了、順調だな。残りサンディエゴですね。で、ロサンゼルスの、ね、攻略目標を達成してますので、ここまで来たらもうおまけみたいなもんですが、軍令部に行って、お金を、ね、もらっておきましょう。で、この後は残ってるサンディエゴの攻略ですね、これを採用してもらって最後にね攻略目標としたいと思います。サンディエゴの方の空襲で敵の空母1隻を撃沈してます。敵の空母がねサンディエゴに寄港中だったものを空襲したという形ですね。では各艦隊の攻撃目標、これを最後の敵の拠点サンディエゴに向けます。一気にサンディエゴを攻略して、この苦しかった、特にね一番最初からご覧いただいている方、お見苦しい点もね、多々あったと思うんですけども、レイテ沖海戦からねなんとかここまで巻き返してきたというところなので、このままね進めていきましょう。で、提督の決断なんですけども、この後のプレイ予定ですね、簡単にご紹介だけしておくとですね、一応提督の決断4-3、以降プレイの予定です。で、提督の決断3パワープキットの方はですね、今度はセガサターン版で、今回のように航空機のね、設計開発なし。もう、史実の機体のみで戦うっていうね。そういう、簡単な縛りを設けた、提督の決断3のプレイを予定しているというのと、あとは、PS4 版の提督の決断4、パープキット。これで、空母禁止プレイ。これをやってみようかなと思ってます。なので、PC 版の提督の決断3と、提督の決断4はしばらくお休みの予定なんですけども、セガサターン版と PS 版の、それぞれ、提督の決断3、提督の決断4はね、プレイの方向の後もやっていく予定ですので、なんかもう締めの雰囲気になってますけども、ぜひお時間ある方はね、引き続き、楽しみに見ていただければ嬉しいなというふうに思ってます。で、当然ですね、こんなゲームあるよ、あんなゲームやってみてとかっていうご要望あればですね、チャンネル動画のコメント欄、もしくはツイッターの方までお寄せいただければ、確認してね、プレイの方はやっていきたいなと。いうふうに思ってますので、どしどし、お寄せいただければなというふうに思っています。というところですが、サンディエゴの攻略ね、続けていきましょう。サンディエゴはまだね、敵の陸戦隊も多いし、簡単にはいかないかなっていうところなんですよね。なので空爆をしていきましょう。第一航空艦隊に向けて、ごめんなさい、第2航空艦隊に向けてサンディエゴから航空機113機、味方の直縁機は98ですね。これで応戦していきます。はい、直縁がいるとねやっぱ違いますね。今までの第2艦隊、つまり戦艦ヤマト武蔵の艦隊であれば簡単に削られていたと思うんですけど、1から4までの各戦隊、これにね、軽空母を入れて、しっかりと艦隊を守るっていうね、こういう動きにしたことによって、ヤマト、武蔵が無傷というね、状態です。ただ艦載機の数は削られているので、早めにね、サンディエゴは攻略しちゃいましょう。では、サンディエゴの基地航空隊で、ね、攻撃をしていきます。
ごめんなさい、サンフランシスコの基地航空隊ですね。これは、ハワイからね、随時転出、進出させている航空隊です。なので、ハワイは今もう富岳以外はほとんど入っていないという状態ですね。もうサンディエゴを取ってしまえば、長かったこの提督の決断3、レイテ沖海戦シナリオ、これもね、攻略できますからね。まあ、難易度はノーマル普通でやらせていただいたんですけど、これ難しいでやったら攻略できる気がちょっとしないぐらいね、レイテ沖海戦の、特に序盤。皆さんから本当にいろいろなアドバイスいただいて、なんとか攻略できたんですけど、いつかはでも難しいにもチャレンジしてみたいなっていうね、気はしますけどね。ここも空爆していきます。敵の飛行場削り取りましたね。これであとは陸戦隊を投入していきましょう。ここもサンディエゴに空爆を仕掛ける。同時に陸戦隊も送り込みましょう。陸戦隊の数では劣ってますけど、こちらは空母からのね、空爆、あとはサンフランシスコ基地航空隊の空爆ありますし、ヤマト武蔵の砲撃もありますからね、これでどんどん削っていきます。で、ヤマト武蔵、第2艦隊からもね、陸戦隊がサンディエゴに突入開始してますので、この時点ですでにサンディエゴに関してはね、完全に包囲したというような状態です。あとは守備隊を削っていく。艦隊がね、どこにいるのかわからない以上は、サンディエゴを取って母港となり得る全ての基地を先に潰すというね、まあ、電光石火の作戦、これを完結させていきましょう。最後はどうだ？富岳からの空爆で決めるとかってなかなかかっこいいけど決まるかな？どうだ？最後は富岳の空爆で決まりましたね。これでサンディエゴ攻略完了です。ではこれでエンディングですね、見ていきたいと思います。